リーライターの矢田貝です。本日はですね、本田さんの CRF250L とですね、こちらの CRF250 ラリーがなんとですね、フルモデルチェンジして、それをですね、試乗会が開かれているので、今カズサの方に乗りに来てます。で、実際フルモデルチェンジっていうのがかなり変わってるんですね。もう何がすごいかっていうとね、フレーム刷新、まずいきましょう。これですね、フレームが全く新しくなったんですね。で、もうね、乗っちゃったんで、もう感想から言っちゃうとですね、前の CRF250L って結構ロードバイクみたいな乗り味だったんですね。まあ、高速道路とかでは安定したり、ロードね、ワインディングとかで走るときには結構ね、ビシッとした安定感が出てる、オフ車の中ではですね、オフ車の中では出てるバイクだったんですけど、それがですね、まあ、これからちょっとね、開発者の話も聞くんで、実際聞いてみようと思うんですけど、かなりね、オフ車っぽくなってます。よっぽどね、CRF250L はロードバイクだ、ロードバイクだって言われるのが嫌だったんでしょうね。もう、それぐらい真剣にオフ車にしようっていうぐらいの意気込みを感じました。で、数値でいうと、もうフレームの、まあ、軽量化も結構されてて、車体全体でね、4キロぐらい軽くなってるんですけど、何しろ横方向の剛性を 25% 落としたらしいんですね。っていうと何が変わるかっていうと、まあ、確かにロードバイクとしての、安定感はちょっと失われるかもしれないですけど、オフ車としてはやっぱり、滑りやすい路面で、やっぱりね、よく動く緩いフレームの方がグリップしてくれるんですね。で、より接地感を使いやすくなってるっていうのを、どうなのかなと思ったんですけど、実際乗ってみるとやっぱりね、その辺をしっかり感じます。ちゃんと滑りやすそうなところでグッとアクセル上げても、前の L だったらね、ズイッて言ってたところをちゃんと踏ん張って前に進むような、そんな感じでオフロードバイク化されてるのを感じました。で、実際軽さもね、まあ、4キロってね、まあ、ABS とかいろいろついて4キロなんで、まあ、単純に比較はできないんですけど、相当乗ると軽くなってる感じがします。なんですかね、ボディアクションに関してパッとこうフロント上げたいなっていう時に上がってくれるとか、まあ、ちょっと、まあ、ここ上りきった時にフロント上がるかなみたいなところできちんとね、上がってくれるんですね。ちょっと前の CRF は車体が重くてですね、その辺が苦手だったんですけど、その辺をしっかり軽くしてオフロードバイクとして作ったっていうのをはっきり感じますね。これもう、まあ、オフロードバイクっていうジャンルですけど、ちゃんとダートを走れるオフロードバイクになったって印象です。で、まあ、続けていっちゃうとですね、まあ、スタイリングも全然ね、シュッとしたこのね 450L のようなかっこいい顔になったのと、あとね、この辺がスリムになってね、この膝のね、ホールド感がすごく良くなってますね。前の少しちょっと広めてあったんですね。その辺がかなり良くなってます。僕的にすごくね、気に入ったのはエンジンね、パワー感は正直それほど変わってるようには感じませんでした。ですけども、ギア比をね、全体的にショートにしてるんですね。で、6速だけ、まあ、高速走る時だけ、ロングにして、まあ、燃費とか高速巡航のスピードを上げるような設定なんですけど、まあ、全体1速から5速までは下げてるようなセッティングがされたんですけど、それがね、林道行くとね、もう楽しいですね。コーナー曲がってて、ギアを落としてね、入ってってクッと開けた時に、まあ、アクセル上げた時にね、まあ、速く走るのは別として、そこでね、ペッとお尻がこう空転すると楽しいじゃないですかね。速くはないですよ、速くはないんですけど、やっぱりね、なんかこうオフロードってお尻が流れるとね、楽しく走れるじゃないですかっていうね、走りがやりやすくなった。で、前のだと正直、まあ、2速だとちょっと、ここだと、まあ、でも1速だとな、ワンワン言うしなっていうんでね、その辺をちょっと迷う時があったんですけど、この新しくなったエンジン、ギア比が変わったことによって、2速でも3速でもね、気持ちよくね、パッと開けると、そこでずっとね、ちょっとお尻が流れてくれるっていうね、いい感じのセッティングになってます。あとね、驚いたのは ABS ですね。まあ、このモデルから、ABS L の方はね、ラリーの方は今までもついてたんですけど、L の方にも、まあ、しょうがないんですけども、
ABS がつくようになりました。で、当然オフロードバイクとしてリアのオフロードをカットできるようなセッティングになってるんですけど、まあ確かにね、切ったら切ったで、まあブレーキターンとかしやすいんですけど、林道走っててね、切って走ったりね、オンにしたりして走ったんですけど、僕が走るレベルだと、もうね、切らなくてもね、全然楽しく走れる。割とリアがガンガン、ロックしてるような感覚がありつつ、ちゃんとね、止まってくれるんで。で、切ったら切ったで、ね、ロックさせちゃうと、やっぱりね、エンストしちゃったりするんですね。エンストして、それをまた解除したときに、リアタイヤが回転して、エンジンがかかってまた進むような、そんな走りをするんですけど、そんな走りするぐらいだったらね、もうオンにしたまま、バン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 踏んで、で、ちょっとね、流れるぐらいの体感はあるので、そのぐらいを感じながら走るんで、結構林道を楽しく走るんじゃないですかね。なので、まずオフロード行こうと思ったらですね、オンにしたままオフロード走ってみて、で、それで慣れてきたらオフにしてみてもいいんじゃないですかね。はい、続いて CRF250 ラリーの方ですね。L に続いてラリーの方も同様のね、変更を受けています。まあ、フレーム刷新ですね。でエンジンの、ギアがショートになったりとか、でアシストスリッパークラッチが入ったりとかっていうのを、受けたながら、ラリーの方もいろいろですね、ちょこちょこと変わってるみたいですね。まずね、一番大きいのはタンクですね。前ね、ちょうど10リッターだったんですけど、今ね12リッタープラス2リッターですね。で、前走った記憶でね、まあ、通勤とかで使う感じでだいたい300キロぐらいだったんですね。でそれがどうしても伸ばしたかったみたいですね。400キロ目指したということで、プラス2リッターということで400キロ無給油で走れるツイリング性能を得たっていうところですね。で今回ね、割とね、シートもちゃんと変えてるんですね。 L 比でこの着座位置の幅が2センチ幅広になって、お尻が疲れないようになってるっていうのと、もう表面から見えないですけど、このですね、シートとフレームのようにですね、ベースがあるんですけど、それがですね、ラバー製になって、この振動を低減したりとか疲れにくさを低減するような工夫がされてるみたいです。ステップも変わってましてですね、今回からラリーと L の差別化ですね、このラバーがつくようになりました。まあまあツーリング中ね、振動で疲れたくないじゃないですかっていう時に、このラバーがあるというより快適に走れると。でもちろんね、オフロードバイクですからネジ止めですね、ネジを外せばこちらもラバーが外すことができて、いつでもグリップのいいギザギザステップに変えられるということになってます。でさらに快適性能ということですね、なんとですね、 L にはない装備がラリーにあるんですね。実はこの見えないんですけど、この中にですね、いわゆるウェイトが入ってまして、これが振動することによってハンドの振動を吸収するっていうですね、いわゆるバランサーウェイトが今回から入るようになったということで、より遠くへ行けるようになったラリーということですね。まあ、まとめて言うと、燃料が2リッター増えた。で、ハンドルウェイトも振動がなくなって疲れなくなった。で、シートも広くてお尻も痛くならない。ラバーも入ってて快適。このステップにはラバークッションがついてるということで、もう快適な感じで進化してます。で、実際乗り比べると、サスペンションのね、セッティングも全然違います。前のモデルは L とラリーでリンク比を変えたりして、まあ、ちょっとキャラクター変えてたんですけど、今回からはリンクはですね、共通にして、サスペンションの方で大きくですね、キャラクターを分けている感じですね。で実際乗ってみると、ラリーで感じたふわふわとした乗り味というか、ラリーレイドな感じに出てくるような、ちょっとタリとした感じのピッチングモーションを感じる乗り物になってます。しっかりね、オフロードバイクの L とキャラクターが分けられてますね。オフロードを走るんだったら、楽しく走るんだったら L で、旅してね、快適に遠くまで行きたいなったらラリー、ね、こんだけね、サスペンションで違いが作れるってすごいと思いましたね。
新しくなった CRF250L ですね。でですね、今回からスタンダードと S っていうですねバージョンが入ることになりまして、何が違うかというとサスペンションのね長さが違うんですね。当然足つきが変わるんですけども、まあ、L の方だと、830mm で、これ今の持ってるのが、CRF250L の S の方ですね。ちょっとシートの高い方ですね。でシートコーンが 880mm ということなんですが、どのぐらいでしょうか。また帰ってみましょう。はい、まあでもね、オフ車なんでそんなに軽いんで、そこまでねかかとがちょっとつかなかったぐらいで不安なことはないですね。でまあシートもスリムなんで、で結構ねいいなと思ったのはここですね。このグリップのホールド感がね非常に良くなった。あえてフレームをスリムにしてこのホールド感を上げてるらしいんですけど、これ乗っててねすごくいいと思いました。で次ラリーの方に行ってみましょう。はい、ラリーはね5ミリほど実はですねサスペンションのとかの兼ね合いでシートが高いんですね。しかもシートがちょっと2センチぐらい幅広になっているということで、ちょっと足つきが違っているということなんですが、ああシートの幅やっぱ広いですね。おでやっぱり足つきもちょっとね5ミリ以上違うような気がする。そんなことない？確かね885ミリだったと思うんですけど、カメラさんどうですか、ちょっと足つき変わってる？同じかな？もうやっぱりシートがちょっと広くなったせいか、ちょっとだけ足つきが悪くなってるような気がする。あとはちょっと写真で検証してみましょう。スタンダード、旧作でいうとこの LD ですねもあるので、そっちの方もちょっと乗り換えてみましょう。まあ流れなんでラリーの方から行っちゃいましょう。ラリーの方だと、シート高が830mm、まあサスペンションの、長さを変えることによって足つきを良くしているということなんですが、もうね全然違いますね。ベタ付き、ここまでねベタ付きしたら不安なことがないですね。でサスペンションの動きがねやっぱりこう、まあ実際走ってないんでわからないですけど、乗った感じだともう初期からねダンパーが効いてる感じ、まあ言ってみ平たく言うとオフロードバイクじゃなくてロードバイクっぽいような、そんな味付けになってますね。ついでなんで L も行っちゃいましょう。で L の方もなぜかねスタンダードの方はシート高一緒なんですね、 830mm。 なぜかね S の方だけラリーの方が 5mm 高いんですけども、まあ、その辺はちょっとね後で開発者の方に何が違うのか聞いてみたいと思うんですけど、まあ、ちょっとまたがってみると L シートがね2センチスリムなこともあって足出しやすいですね。あもうあこの上で立てちゃう、こうやってバツ中できちゃいますねぐらい足つきいいですね。まあこれだったらねオフロードってね最初ねんなデコボコして足もつかないところに行くの怖いじゃないですか。やっぱりねこのぐらい足ついた方が安心感はありますよね。で不思議と前のですね LD とスタンダードの違いでも感じたんですけど、この初期の動きがね硬いと不思議とねやっぱロード性能が高くなったような感じなんですね。乗り比べると旧作でいうと LD に乗った方がワインディングねグイグイ攻められた印象があったんですけど、これもねそんな感じになってるかもしれませんね。ちょっと乗ってないんで分かりませんけども、いずれ乗りたいと思います。はい、午後からはね高速道路および、開発者インタビューをしてきたんで、それの総括をしていきたいと思います。でね午前中結構オフロード走ってね、こんだけ軽くなって扱いやすくなってね、オフロードバイクだ軽くなったぞ、よりオフロード精度が上がったぞというところで気になったのはやっぱりですね L ならではの高速性能ね、まあ、初代のね L の決めイメージがすごく強いんですけども、結構ねロードで走ってもビタッとした安定感があって、まあ、高速道路でもすごくね安定した感じがあって、まあなんならね膝出しちゃおうかななんてぐらいのロード性能が
あるのが L っていうキャラクターだったんですけども、まあ、ちょっとね2017年にモデルチェンジしたところによって、やっぱりちょっとオフロードに寄って、で今回まあ開発者の話だとオフロードの性能とロード性能で、ロード性能を同等にしながらオフロード性能を上げたっていうことなんですけども、ちょっとねやっぱりこんな軽くなると、まあ4キロ今いろいろあって6キロ軽くなると、やっぱりねオフロードバイクの印象が結構高速道路でも強かったです。まあさすがにビタッっていう感じじゃないですけど、まあ確かに縦のね揺れに関しては全然あの不安はないんですけども、まあ車線変更した時とか、ちょっと体みじろぎした時にはやっぱりねオフロードっぽいオフ車っぽい挙動が出るかなっていうところでした。ただね、まあ、別に100キロ120キロ出したところで不安になるようなマシンにはなってないので、その辺は安心してもらいたいと思います。でラリー、これがねもう目から鱗ね、何を変えたんだろう、まあ燃料ぐらい変わったぐらいで、まあどうなんだろうと思ったんですけど、ラリーらしさというかですね、旅のしやすさ、旅の快適性がすごく上がってます。この高速道路の性能に関しては今までのラリーと、ね、非常に遜色ない、高速性能を持ってます。しかもですね、この中に入ってる、バランサー、振動、微振動をですね軽減するバランサーが入ってるんですけど、これね乗り比べるとよくわかりますけどね、もう消えるまでいかないんですけども、かなり振動が遠くなります。でシートも幅も広くなったのもあるんですけど、この間にねラバーが入って振動を遮断してるんですね。これも L と乗り比べるとね全然違います。こんなにお尻に振動を意識するとあったんだっていうぐらいなくなってますラリーの方は。で今まで通り風防性能も高いので、高速走っても風も当たらないので非常に快適ですね。ラリーに関しては、正常進化してよりラリーらしい旅性能が上がったと感じました。で何よりやっぱりね2リットル増えたタンクはどのぐらい伸びるんでしょうね。ね、ギアの方の6速のファイナルギアがねロング化してるんで、それでも結構燃費伸びるんじゃないでしょうか。まあラリーとかね L 系のエンジンは100キロ以上出すとちょっとね燃費が悪くなるようなところがあったんで、それが6速がロング化したことでちょっと燃費が良くなってるんじゃないでしょうか。これはちょっとねロングランしないとわからないですけども、それは楽しみだと思います。以上、本田さんが行っている CRF250L ラリーの試乗会でした。